旅のお方、息の出ではないようだね。息の海賊は全て知ったと思っていた。頭は誰かね。仲間はいない。名はジンだ。私は椿、馬鎧の染料を売っている。先日馬鎧を手に入れた。酒井忠が使っていたもの。呪われていると聞いたが。ではそなたが生きている間に頼みたいことがある。酒井家の旗を見たことは？雨風にさらされて色は抜け落ちたがね。今や侍が戦に敗れた地の印にされているだけだ。では収集せねば。古傷を忘れ蒙古との戦に先進すべき時だ。なるほど、仰せの通りだが、あいにく忙しい。代わりに集めてくれぬか。染色を試したい。もちろん礼はしよう。これでは足らんな。またやろう。